とかもあったでしょうからね。そうですね。もあれそういうのを見かけますから。はい、次、ドラクエ1自身、今日は。そうだね。10回目、20回目行かれるから。何度も行かれるから。それ以外の人となりというそういうところが見られればなと思います。では参りましょうか。では2組目、さあ、まあ、スティーブがじゃあサインをされた切りのいいところで紹介しましょうか。ではお待たせいたしました。特賞第3弾は共栄高等学校縛りでございます。はい、竹山星、大島選手、そして近藤博選手をご紹介します。よろしくお願いします。星野さん、中村さん、店長、よろしくお願いします。都市さん、よろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。竹山兄貴、よろしくお願いします。お願いします。佐藤さん、方ということはもう言わずもがな。はい。はい。共栄高校。共栄高校。はい。よろしいですね。どうですか、皆さん、3人でお食事とか。Thank you.
常に2分1チームチャンス。いやあんまり僕がいる時にいないですよ。そういう場面があると思うんですけど、はい、頑張ります。頑張ってください。そうですか。あの大島さんは今年ね、共栄高校といいますと表彰の時にさ、皆さんあの後輩の現役学生さんたちがあの辺りでスタッフ知事のスタンドに何百人と制服で駆けつけてね、すごかったですね。スタッフの人を、まあ、球団の人が招待してくれて、まあ、ああいう場を開けてくれた。いる学生なんで9時までだったんですよ。9時には帰る、はい、ちょっと休みなんですけど、はい、その日がたまたま、9回まで2点差ぐらいで負けてて、はい、みんなが帰った後に最後逆転した。一番いいところ見てなかった。できれば球場のグラウンドに姿が
なきゃいけないでしょ、その3人とかでしょ、頑張ってください、はい、じゃあ、リオさん、弟分として一番後輩ですから、来年一致って、はい、とにかく先輩たちに追いつけるように、あ、自分は育てるもんだね、一緒のサーフラインというか、はい、同じ舞台でやれるように、ついていきます。私は先輩後輩なんだなってオーラをすごく感じてですね、私も何も違うかすごい緊張して見てました。いよいよいよ。全然先輩です、先輩です。こっちがいいってことは微妙なんですね。でも一番接してるわけですよね。まあ、長いね。だから学校帰りに、はい、高山さんに、はい、たこ焼きを奢られました。そうですか。それから覚えてますね。普通は覚えてるんですよね、はい、思ったのに覚えてないですよ。高い焼き肉を、そこでまた顔を押します。ねえ、ゆうさんなんかね、しっかりと覚えてるね。ねえ、先輩、覚えてる。高い焼きまで覚えてると思います。高い焼きですね。美味しかったですね、それが。練習前に行ったんですけど、ね、やだから高い焼きみたいなやつがあって、できにそれも、まあ、たまに思ってくれるいいな、そうですね。じゃあ、来年また書きますから、何をご相談のかというか、覚えておいてくださいね。たこ焼きでいいんじゃない、たこ焼きでいい、大阪の話にします。はい、でも、それもね、はい、たまに、はい、たこ焼きでいいんじゃない、あんた店のまま、いや、もう、怒らないでくださいって言いながらも、皆さん、ちゃんとやってくださいますからね。じゃあ、ちょっとお時間を超えてしまいましたので、はい、共演させていただいたことで、一番の後輩、六さんから皆さんに来年の目標をお話しください。お願いします。お願いします。はい。来年はとにかく優勝を目指して頑張りたいと思います。共演参加がしっかりこの流れ通りで活躍する姿を見せれるように頑張りたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。三段目ですよ。ね、お願いします。大森の主人ね、大島さん、お願いします。はい。そうですね、この試合はですね、最後、1ヶ月くらいですね、やっぱり試合に出れなかったので、来年は1年間で戦えるように、まあ、しっかりポイントは自分としてやってます。来年は、ね、毎年こういろいろ200本安打とか、まあ、最下位とか言ってるんですけど、そろそろ本当にトップがないので、自分としても年齢的にどんどん怪しくなって、今まで以上の本気でタイトルを取りに行くので、またよろしくお願いします。あれ、今年首位打者、今年、なんかなみたいな話でした。いや、あのね、正直怪我した後、どんどん上の人が落ちてきた。そうでしたね。あ、チャンスあったなと思った。そういうことあまり普段も言いませんからね。まあ、そんなに甘くはなかったですから。そうか、じゃあ来年。はい、自力で。そうですね。はい、頑張ります。そして、竹山兄貴、お願いします。6月から上がって、はい、で、来年は1年間打ち切って、じゃあ引っ張れるようにチームが上に行けるように頑張ります。お願いします。6月スタートの投手までの体大きな足首よく踊られましたよ、本当に足首です。足首が入るね、最後の前に来てもね。じゃあ最後に、なんか強烈にやってることなんかもうみたいなのないですか。いやー、何かありますね。そうです、はい、分かりますか。ヒロキが、ヒロキが何かあります。何か去年僕らは分かんない、分からないです。じゃあ原因一番近い高校生の一番近い分かりますね。お願いします。最後に分かりました。お願いします。ちなみに共演の方いらっしゃいませんか。いらっしゃいませんか。あ、いらっしゃった女性。あ、はいはいはい。じゃあ一緒に行きましょう。一緒に行きましょう。はい。練習終わりに、はい、最後みんなで言う。うわー、いいっすね。みたいな。お願いします。はい。お願いします。お願いします。それは先輩の方にいるので、はい、覚えてるとこまで行きます。わかりました。そこで、ミッション行きます。はい。お願いします。
休め、気をつけ、深く自覚を持って練習に励むこと、努力、工夫、下級生には良き指導をすること、服装、挨拶はしっかりすること、高い意識の継続、ありがとうございました。ありがとうございました。この意識で来年も頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。